勢いあふれるホープからシーンを牽引するレジェンドまで、世代を超えてヒップホップシーンの最前線で活躍するアーティストが集結するザ・ホープ。昨年度はお台場の特設屋外ステージを舞台に、ヒップホップイベント最大動員記録である3万人の観客を沸かせ、火のヒップホップの歴史に名を刻んだ。3年目となる今年も、東京お台場にて9月21日、9月22日と、初の2日間での開催。総勢58組のライブアーティストと29組の DJ がラインナップされており、開催に期待の声が寄せられている。そんな中、小学館より発売中の大人気、スーパースターを歌って、の作者、薄葉啓士による、ザ・ホープ2024出演アーティストキービジュアルが公開された。スーパースターを歌って、は、週刊ビッグスピリッツにて連載されている人気漫画作品。元売人の主人公、王子雪人が親友と共にでどん底から抜け出そうと、もがく様子を描く、骨太な内容だ。一見、愛らしい登場人物たちと彼らが向き合う現実とのギャップ、内面を震わせる、リリック、轟音鳴り響くライブシーンが、多くの愛読者を生んでいる。現在発売中の最新3週に推薦コメントを寄せている、雨ざらし、秋田博夢氏のほか、石塚慎一氏、ブルージャイアントシリーズ、心臓敬語氏、平休みや堀越康平氏、僕のヒーローアカデミアら漫画界からも、絶賛の声が集まり、千原ジュニア氏やパンサー向井氏ら芸人界、そして、シーダ氏や渡辺志保氏らヒップホップシーンからも、推薦の声が上がっている。作家の薄葉啓士は、1998年生まれ、生まれ育った大阪の街を舞台に描く作の初連載作品となる。続巻も11月末に発売予定となっており、ますます盛り上がりを見せる作品にもご注目いただきたい。今回薄葉氏には、2024年出演選抜アーティストからヘッドライナー陣により、A ウィッチ、ビム、IO、エロバックス、関西出身アーティスト陣により、サイバー・ルイ、エリック、B ・ジュニア、ジャパニーズ・マゲニーズ、ジンドッグ、MC ・タイソン、ヤング・ココ、ナナ、AZ 順表記の2パターンのビジュアル制作を依頼。熱のこもったイラストが完成した。なお、キービジュアルは当日会場にも掲示予定とのことだ。チケットは今年もプラチナムとゴールドの2犬種で、2デイズチケットも販売中。いずれも、規定枚数に通る次第、受付終了となるのでぜひ早めにチェックしてほしい。今年も様々なコンテンツを迎えて開催される、ザ・ホープ2024に注目だ。薄葉啓士コメント、この仕事のお話をいただいたとき、部数も知名度もプロップスも、まだ足りてへんくない?と思いました。だからこそありがたかったし、ホープという自分が大好きなフェスが、ジャンル違う若手にチャンスをくれたのが嬉しかったです。来年も、当たり前のようにお声掛けいただけるくらい気張るのが、恩返しだと思って精進します。お前誰ってなってると思うんで、ホープの帰りに道にでも、スーパースターを歌って、を読んでみてください。イベント情報、ザ・ホープ2024、日程、2024年9月21日、9月22日、会場、お台場ザ・ホープ特設会場時間、会場10時、開演12時主催、ザ・ホープ制作委員会お問い合わせ、共同東京0570-550-799、平11時18時、祝10時18時。